The ETs who came to Earth needed space suits or mobile suits on this planet. I, Hiroshi Hayashi, reckon that they could not withstand the atmosphere and gravity of the Earth, and that is expressed by Japanese togu or clay figurines with shading excavated around Kamegaoka, Aomori Prefecture, Japan. These clay figures wear a kind of snow goggles on their eyes. It is probable that they could not withstand the bright sun rays of this earth either. And together with this fact, there are two statues in Florence, Italy, made with the same concept as the clay figurines. They are now displayed at the entrance of the Medici family. There are thousands of years between these two facts. One is in Aomori, Japan, and one is in Florence, Italy. Beyond the thousands of years, they are so similar to each other that I, Hiroshi Hayashi, have decided that they are representations of the same exoplanet. The statues that decorate the Medici family depicts a small exoplanet apparently wearing a mobile suit. In other words, the Japanese shading clay figurines are small exoplanets who wore mobile suits. へやってきた外惑星人たちはこの地球上では宇宙服、つまりモバイルスーツを必要としていました。地球の大気重力に耐えられなかったものと私林博士は判断しています。そしてそれを表現したのが日本の青森県亀ヶ丘周辺で発掘されている遮光器土偶と呼ばれる土偶ということになります。これらの土偶は目の上に遮光器を身につけています。この地球の眩しいばかりの太陽光線に耐えられなかったからではないでしょうか。そしてその土偶と同じコンセプトで作られた像が2つイタリアのフロレンスにあります。メジチ家の玄関に飾られていると言われています。これら両者の間には数千年という年月があります。その数千年という年月を超えて互いにこれほどまでに類似しているというところから私は同じ外惑星人を表現したものであると判断しました。メジチ家を飾っている像には明らかにモバイルスーツを着ていると思われる小さな外惑星人が表現されています。つまり日本の遮光器土偶なるものはモバイルスーツを身につけた小型の外惑星人だったのです。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。Once again, take a closer look at these photos from the beginning. Then, have a watch carefully for yourself and make your own decision. Thank you.もう一度最初から注意深く写真を見比べてみてください。そして皆さん自身の目で判断してみてください。Thank you.
で、さらなる検証が続きます。ここに表現されているのはエイリアンということになるわけですけども、ここまで精緻な像ということになるとですね、つまりエイリアン作ということになるのではないでしょうか。そこでこの、まあ、像に表現されているこの図柄ですよね。でこれは ET たちがですね、私たち人間に残したメッセージではないかと私林浩司は考えています。ただ残念ながら図柄がですね、いまいち明瞭じゃありませんので、現在フロレンス在住の私の協力者の方にですね、さらなる、まあ、写真、精細な写真が手に入らないかどうか問い合わせているところです。またその写真が手に入りましたら、まあ、続いてですね、この絵の分析をしてみたいと考えています。今はこの程度で失礼します。バイ。As to the strange military trophies of the Medici sacristy, it writes that the two military trophies executed by Silvio Cassini, a close pupil of Michelangelo, were part of the early project for the decoration of the new sacristy, which was left unfinished in 1534 due to the latter's definitive move to Rome。 メディチ家礼拝堂の門前にこんな像が飾られています。大変奇妙な像です。その像について増田恵子さんよりこんな報告が届いています。法隆寺にある侍像に激似の高さ80センチほどの像を2体をイタリア・フィレンツェ・メディチ家礼拝堂の入り口手前の廊下で見つけました。まるで礼拝堂を守る軍隊のように鎮座していました。ご検証くださいと。右は私林浩司がもう5年以上も前に法隆寺の目録の中から見つけた侍像です。大変よく似ています。増田恵子さんへ情報ありがとうございます。実はこの像の存在は知っていましたが、当時は出所が不明でしたので、誰かのいたずらではないかと考え、またその範囲で私の動画の中で紹介していましたが、メディチ家礼拝堂と知り改めて驚いています。ダヴィンチもこの像のことを知っていたものと思われるからです。ありがとうございました。林浩司より。レオナルド・ダヴィンチなる画家がその下絵を描いたとされる The Battle of Angeli、 アンギャリの戦いの絵です。この絵の中には無数のと言ってよいほど多くの隠し絵、騙し絵が仕込んであります。その中の一つがこの男の顔ということになります。一見すると人間の顔のようにも見えますが、この顔の中にもやはり騙し絵、隠し絵が仕込んでありました。これは視聴者の一人の方がですね、指摘してくださったんですけども、この男の顔はですね、つまり法隆寺に残る侍像の顔にそっくりであるというのです。今赤枠をつけてみましたが、この部分を拡大し色をつけてみます。すると左上のような顔が浮かび上がってきます。つまりこれも隠し絵、騙し絵ということになります。そしてその顔がですね、右上の法隆寺に残る侍像の顔と一致しますが、ここまでだけなら偶然ということになりますが、
左上のような像も見つかっています。そして今回増田恵子さんの方からですね、左上の像がレジ地形の礼拝堂の前にあったというのです。しかもこの像を作ったのがミケランジェロの弟子ということになります。ということはひょっとしたらダ・ヴィンチもこの像を見ていたということになります。そしてその像をですね、アンギャリの戦いの絵の中に描いた可能性もあるということになります。ともかくもこのような形でですね、メジチ家の礼拝堂の前の像とアンギャリの戦いの絵の中に隠し込まれたいわゆるレプタリアン像の顔と法隆寺に残る侍像の顔がつながりました。何かの関係があるのでしょうか、ないのでしょうか。ただ一つだけはっきりしていることはですね、これら三者は一様ですけども、少なくとも人間ではないということです。The most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something, your mind knows is a lie. Shannon L. Elder。 一番混乱する時というのはね、心の中で嘘と知っていることを自分に言って納得させる時だよ。Shannon L. Elder。Common sense is what tells us the earth is flat. Stuart Chase。 地球は平らだと言ってごらん。それが常識の中身だよ。Stuart Chase。 It was not curiosity that killed the gooseWho laid the golden egg, but an insatiable greed that devoured common sense. E.A. Buchanan。
金の卵を産む鶏を殺したのは好奇心ではなかったんだよ。常識を貪り食う貪欲さだったんだよ。いいえ、ブキャネリー。Common sense ain't common, Will Rogers. 常識などというものはね、決して普遍じゃないよ、Will Rogers. Common sense is seeing things as they are and doing things as they ought to be.Harriet Beecher Stowe。 常識というのはね、物事をあるがままに見ることだよ。そしてそれがあるべきようにそれをすることだよ。ハリエット・ビーチャー・ストウ。Common sense is judgment without reflection shared byan entire class, an entire nation, or the entire human race. ギャン・バティスタ・ビコ。常識などというものはね、考えないでものを判断することだよ。階級の中でも、国の中でも、そして人間の中でもね。ギャン・バティスタ・ビコ。Common sense is part of the homemade ideology of those who have been deprived of fundamental learning of those who have been kept ignorant. John Berger. 常識というのはね、基本的な学力を奪われた人たちが持つ家の中でできたイデオロギーのようなものだよ。つまり、無知な人のままでいるためのね、ジョン・バーガー。Common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Albert Einstein. 常識などというものはね、その人が18歳の時までに持った偏見の塊だよ。アルバート・アインシュタイン。Common sense is a convenient tool with which we can skip our reflection. Hiroshi Hayashi. 常識というのはね、考える力を省くための便利な道具だよ。林博士。ジョムジン 5, 6, 7, 8 ジョジョジョムジン